こんにちは、岩田書店の岩田真です。毎週木曜日のトールの部屋はプロフェッショナル仕事の流儀に出演した社長による紹介記事をサルベージしてお届けするコーナーです。本日ご紹介する本はこれからの日本、経済より大切なこと、池上彰、ダライラマ14世、飛鳥新社から発行されております。幸せな生活を送るために経済成長が必要だ。そう考えて私たちは一生懸命働き、豊かな社会を築いてきました。ところが物質的には豊かになったはずなのに、多くの人が満たされない不安の中にいるように感じているのはなぜなのか。ダライラマ法王の言葉から私たちは多くのことを学ぶことができます。私たち世代の矛盾、大きな家に住めるようになったのに家族は減ってしまい、便利にはなったけれども時間に追われ、学校は出ていても分別を失い、知識は増えても判断力は鈍ってしまう。専門家と呼ばれる人は多くても問題は増え続け、薬はたくさんできたのに不健康になっている。宇宙に行き来できるようになっても隣人に挨拶に行くことには苦労している。コンピューターを大量に生産することはできてもコミュニケーションはうまく取れない。大量の商品を作ることができても品質は下がる一方、ファストフードで時間を節約しても消化する力は衰え、立派な体であっても心は貧しい。急激に利益を得ても上辺だけの人間関係になってしまった。外から見ると豊かであっても中身は空っぽ。こんな時代だからこそ人は幸せに生きることができる、そうダライラマは説いています。本日ご紹介した本はこれからの日本、経済より大切なこと、池上彰、ダライラマ14世、飛鳥新社から発行されております。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。したっけねー。